お疲れ様です。長倉です。まあ、前回ですね、まあ、土台が必要だと。マーケティングっていうね、土台の上に SNS とか、いろんなね、本だったりとか、いろんなこうメディアがあるんですよ、みたいな話をさせてもらったんだけども、まあ、そんな中でね、じゃあ何を勉強すればいいんですかみたいな結構聞かれるんですよ。で、俺いつも言ってんのは、特に若い子たちとかにも言ってんのは、まあ、唯一ね、勉強する価値があるスキルがあるとしたら、まあ、ライティングだよねって話です。じゃあ、ライティングって何なのって言った時に、やっぱ具体的じゃなくて困るじゃない。だって何か物を書くっていうね、小説を書くのか、ブログを書くのかによって全然違うでしょ。じゃあ何を学ぶべきかっていうと、やっぱ俺はコピーライティングだと思うんです。で、コピーライティング、セールスレターを書くようなね、コピーライティング。コピーライティングを学ぶとですね、まあどうしたら人間が動くのかっていうところもわかるし、まあどういう文章が人を引きつけるのかもわかるわけですね。なので俺とかですごく意識してるのはそこで、まず学ぶのはコピーライティング。で、コピーライティングを学ぶとですね、自動的にマーケティング的な部分も非常にね、学べるんですよ。うん、だから一石二鳥だなと思ってて、だから俺とか結構コピーライティングを、まず、第一歩はコピーライティングじゃないのと。で、コピーライティングやった後に、マーケティングっていうものがなんとなく理解できるようになるんじゃないかなと思うんですね。で、実際俺なんかも2002年にフォレスト出版とか入ったんですよ。2002年2月に。で、そこからですね、神田正則さんのね、あなたの会社は90日は儲かるって本が売れてたんで、当時そのフォレスト出版で。むしろそれしか売れてなかったんで。まあ、その本を読んで、何回も読んで、で、さらに、神田正則さんのですね、そのコピーライティングの講座、とかのですね、その音声、当時カセットテープね、を死ぬほど聞いて、まあ、それで今があるという感じなんで、やはりコピーライティングを学ぶってすごく重要なんじゃないかな、というふうに思っております。はい、ということで、土台となるのはマーケティングです。そのマーケティングのさらに学ぼうと思った時に、じゃあ、第一歩はコピーライティングなんじゃないかという話をさせていただきました。